ゴールデンウィークの帰省のついでにフライトの様子を撮影しました。コロナ肺炎で航空会社各社は減便を余儀なくされていますし、ゴールデンウィークだからといって羽田の人出が増えそうにもありません。私は九州の航空会社のスターフライヤーを利用します。スターフライヤーの機体がターミナルに接近してきます。機体はコーポレートカラーの黒にカラーリングされています。この色の機体はスターフライヤーだけです。他と違うことが全てではありませんが、後発の航空会社としては差別化も大切なところでしょう。機体はエアバスの A320 です。これはボーイングの B737 とともに世界で多くの空を飛んでいます。尾翼は左右で黒と白に塗り分けられていることもわかります。第3ターミナルは国際線に使われていますが、運用についていない機体がいくつか駐機されているのがわかります。コロナの影響はこういうところにも見て取ることができます。こちらでは JAL のボーイング767がプッシュバックされてターミナルから誘導路に出ました。機体が所定の位置につくと、トーイングカーが切り離され、待機位置に戻ります。一連の作業は空港の地上スタッフによって行われています。から移動の許可を受けて、機体が滑走路の離陸開始点へと移動を始めます。機内から見たこともある方もおられると思いますが、地上スタッフは整列して機体に手を振ってお見送りです。これは海外の空港では実は見た記憶はありません。日本特有のものだと思います。 JAL のボーイング737がターミナルに入ってきます。昔はマーシャルが手信号で停止位置をコックピットに知らせていましたが、羽田空港では今はターミナルの建物のモニターを見ながら操縦クルーは機体を所定の位置に停止させるようです。機体が所定の位置に着いたことを確認して、地上スタッフは前輪に車止めをかけて機体を固定します。やがてボーディングブリッジが機体のドアを目指して移動を開始しました。ドアの高さとブリッジの高さが合えばカバーを展開してお客さんを降ろす準備が完了です。やがて乗客の皆さんも降りてくることでしょう。
ではカーゴ、荷物室ですね、の扉が開けられ、預かり荷物を下ろすための車両がカーゴドアに近づきます。737の機体は大きくないですから、荷物室にカーゴコンテナをそのまま積み込むことはできないので、機内から荷物を一つずつ手で下ろして荷物運送用の車両に積み込むようです。日本の地上スタッフは預かり荷物を丁寧に扱います。こういうところも日本の素晴らしいところだと思います。どことは言いませんが、海外の空港では軽い手荷物をガンガン投げ入れるところもあるのです。今日は晴れだからいいのですが、雨だと地上スタッフは荷物の濡れが少なくなるような丁寧さも日本にはあります。さて、私が乗った機体もプッシュバックが始まりました。窓の外には同じくスターフライヤーの A320 が駐機しています。こちらは羽田に着いたばかりなのでしょうか、カーゴのドアが開いています。今から預かった荷物が下ろされるのでしょう。ただいまからこの飛行機の非常用設備についてご案内いたします。座席前の機体は誘導路に引き出されて、地上スタッフのお見送りです。羽田空港のグランドコントロールの許可を得て、飛行機は離陸開始ポイントへの移動を始めます。それでは素敵な空の旅をお楽しみください。窓からは JAL の整備場が見えてきました。やがて整備場の前には JAL の機体が止まっているのがわかります。整備中の JAL の機体を横目に見ながら、スターフライヤーの機体は滑走路の離陸開始ポイントへのタキシングを続けます。機体は低滑走路 16R の離陸ポイントにつき、そのまま離陸許可を得て滑走を開始します。皆様、まもなく離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。なお飛行時間は離陸後1時間35分を予定しております。高まり、機体は加速を始めます。発進加速で背中がシートに押し付けられる瞬間です。やがて離陸速度を得た機体は上昇を始めます。眼下には先ほど見た JAL の整備場が見えています。さらに東京湾上に設置された D 滑走路への連絡橋と D 滑走路の北ですね、これは都心側が見えています。D 滑走路に着陸した機体が連絡橋に入ろうとしていますが、機体があれだけ小さく見えるということは、空港施設がいかに巨大であるか理解することができると思います。飛行高度を得て、機体は西行きの航路に乗ります。天気に恵まれると、左側に富士山を見ることができます。この日は山頂部分に雪が残っており、まさに私がイメージする富士山そのものです。残念ながら山頂部分には雲がかかっており、火口を見ることはできません。ですがやはり富士山は美しい。
からの途上で富士山、それも雪をかぶった富士山を見ることができるとフライトの満足感が高まります。このために左の窓側席を取っていると言っても過言ではありません。この日は福岡空港に海側からのアプローチ着陸だと思っていました。眼下には海の中道、これはサス、いわゆるサスなんですけれども、この海の中道で九州本土と陸続きになった鹿児島上空で左旋回をしています。博多湾に出てもう一度左旋回をして福岡空港への最終アプローチに乗ります。正確にはこれで福岡空港に海側から着陸すると思ったのですが、実際には高度はそれほど下がっていきません。眼下には博多湾が見えて、左側には海の中道が見えています。そのうち博多湾の見慣れた景色が見えてきます。この辺まで来ると海側からの着陸には高度が高いことには誰でも気がつくかと思います。福岡空港へのアプローチは海側からであろうと陸側からであろうと空港の北、すなわち博多湾から話が始まるようにできています。ここで機体は右旋回を始めました。もうここでは福岡空港の滑走路を左側に見ることができます。ということはこの機体は、福岡空港の南側に回り込んで陸側からのアプローチに入るものだと思われます。福岡空港の滑走路を左側に見ながら機体は南下します。やはり今日の着陸は海からではなく陸側からのようです。福岡空港は街の中にあることが非常によくわかる光景です。次に機体は大きく左旋回をして機首を一旦東側に向けます。窓からは福岡空港の滑走路が見えています。多分機体は福岡空港へビジュアルアプローチをしているものと思われます。滑走路とほぼ平行に走る都市高速があって、ここでもう一度機体は左旋回し機首を滑走路の延長線上に乗せました。あとは滑走路へのファイナルアプローチです。滑走路へ向けて機体は降下していきます。やがてもうすぐですかね、もうちょっとですね、もうちょっと行くとこれですね、空港の横の4車線の道路を越えるとそこは福岡空港の滑走路です。こうしてスターフライヤーの049便は福岡空港ランウェイ34に無事着陸しました。窓の外にはやがて国際線ターミナルが見えてきますが、駐機している機体は多くないようです。陸重量が軽かったのか、エンジンの逆噴射の音は聞こえず、ブレーキだけで減速しているようです。やがて機体は滑走路を右側に外れ、国内線ターミナルへの誘導路へと入っていきます。さらに機体は右側に機首を向けて、ターミナルの駐機スポットへと向かいます。
この機体の左側にはピーチ、ジェットスター、そしてスカイマークの機体が見えます。ビルの番号でを見るとどうも今日は5番スポットのようですね。マーシャルの指示に従い機体は定位置で停止することになります。空港には妹が車で迎えに来てくれていたのですが、福岡都市高速に空港通りから乗るとその先の環状線を内回りしかできません。つまりは太宰府インター方面には直接行けず、環状線で福岡市内をぐるっと一周することになりました。本来は渡る必要のない荒津大橋を渡ります。一周行けるようになったよね、ここ来て。でもほら結構大きな船こっち来よるよ。何ですか？貨物船やろな。ペイペイは払う気なし。あのホテルは何やったっけ？今はヒルトン。ヒルトンかね。俺あそこの取ったん泊まったぜ。へえ、なんで？金持っとったもん。嘘でーす。あのジャグジーになっとるちゃろ、先端。ジャグジーやったかな。なんか分からんけど先端で本当に寄ってきてガラスになっとるよ。もうこういう感じ。もう逆光で見えんけど。方はもう結構経つよね。だってあれや、ヨカトピアからやけ。この手前はマンション？これ手前っていうか福岡タワーの奥か。これマンション。すごいね、ヘリポートついてるこのマンション。わあ、上ヘリポートかね。やがて福岡市をぐるっと一周して再び空港の南側へと出ます。目の前には福岡空港に陸側から最終アプローチする機体が見えていますが、画面では小さくて分かりませんね。次は大野城。大野城ってことは大野城ってことはもう戻るってことやろ。これで戻るっていうか、まあ一周お疲れ様でした。チラップ何分ぐらいやった？最後までご視聴いただきありがとうございました。